エラ s スネットワークファイアウォールでスクイットを滅ぼそうとしたらトランジットゲートウェイがむずすぎたというタイトルでお話しさせていただきます。まず自己紹介です。私もんでスと申しまして、クラスメソッドのエラ s ス事業本部コンサルティング部でソリューションアーキテクトとして働かせていただいております。インベント2020、めちゃめちゃ熱かったっすね。いろいろサービスがあったと思うんですけれども、自分が個人的におっとなったサービスが。 ネッンントワークファイアウォールってどういうサービスなのかっていうところなんですけれども簡単に言うとマネージドなネットワークファイアウォールになっていてこれまでスクイットとかでアウトバウンドの通信を制御していた方とかに関しては朗報になるのかなと思います、まあ、一元的なネットワークハブとかネットワークファイアウォールを実現することが可能になります もう一つ面白い点が、ネットワークファイアウォールを使うと、n a t ゲートウェイが同じ台数分無料で使えるっていうところで、料金を下の方に書いたんですけれども、n a t ゲートウェイが1時間あたり 1GB あたり0.045ドルなのに対して、ネットワークファイアウォールが1時間あたり0.395ドルで、1GB あたり0.065ドルなので、 差し引きプラスナットゲートでご利用いただいている環境に関しては、プラス0.35ドル、1GB 当たり0.35ドルと、1GB あたり0.02ドルで、ネットワークファイオールが使えるようになるというところで、割と安い,安いというか、ちょっと安いなって思っちゃうという感じですね。ただ、料金については、表示時点の US East1 の料金になっていて、1AG の料金という点にはご留意ください。本日お話ししていく内容です。 まず、ネットワークファイアウォールの経路についておさらいして、ネットワークファイアウォールでどういうようなものが設定できるのかについてご紹介して、シンプルな構成で実際に作ってみて、最後にトランジットゲートウェイを用いた複数のパターンの紹介をしていきます。早速となるんですけれども、こちらがエラベースのネットワークファイアウォールを用いた場合の構成図となっています。いきなりいろいろ新しいアイコンが出てきて、 おなんだこれはとなるかもしれないんですけれども、実際に EC2 からインターネットにリクエストを飛ばして EC2 に帰ってくるというプローを元に解説していきたいと思います。まずですね、一番下の EC2 がインターネットに出たいとなった場合は、VPC エンドポイントのルートを行きます。この VPC エンドポイントのターゲットなんですけれども、実はこのファイアウォールエンドポイントと書かれているネットワークファイアウォールの VPC エンドポイントに行きます。このエンドポイントが AWS ネットワークファイアウォールに行って、 で、ネットワークファイアウォールで、ルールのチェックが OK だった場合は、エンドポイントに帰ってきて、さらにルートが評価されて、0000は IGW に行きなさいというルートですので、インターネットに抜けていくっていうインバウンドのルールになっています。で、逆にアウトバウンドどういうふうに行くのかって言いますと、インターネットゲート、イングレスルートテーブル、これを用いて、VPC エンドポイントに行って、また先ほどと同じようにネットワークファイアウォールに行って、ルールのチェックが OK だったら、 戻りりローーカルルのトをっっってててにに着くいいううよなな内容ますここまでさらっと新しいのが出てきたんですけれどもまず一番上ですね VPC イングレスルーティングっていうのは2019年の9月に GA したサービスなんですけれどもインターネットゲートウェイのルートを設定できるっていうものになっていて例えばですけどもこちらのものですと10.0.0.0ス24は VPC エンドポイントに行きなさいとか あと、その他にも ENI に行きなさいみたいな設定もすることができます。ゲートウェイロードバランサーですね。これも去年の11月に自営されたものなんですけれども、VPC エンドポイント、まあ、新しいロードバランサーなんですけれども、VPC エンドポイント経由で接続していくっていうような形ですね。 エイザスネットワークファイアウォールのおそらく内部的にゲートウェイロードバランサーが使われていて指定したサブネットに VPC エンドポイントを払い出すという形でネットワークファイアウォールを提供しているものになるのかなと思いますこのネットワークファイアウォールでどういうようなルールが設定できるかっていうところなんですけれども大きく分けて2つあります まず一つが、ステートレスルールグループっていうもので、5タプルですかね、ル,のルール、送信元 IP アドレスとか、宛先アドレス、ポートだとか、送信元のポートだったり、宛先ポートとか、その他、TCP、UDP とか、詳しいプロトコルとかをベースに、ステートレスのルールを作ることができます。ステートレスルールグループに関しては、ネットワーク ACL みたいな感覚でルールを設定することができます。このステートレスルールグループが一体、 たら次ににステーーートフルルルルグループに行きますこれは5トップルのステートレスグループのルールと、まあ、同じようなこともできるんですけれども、おそらく2番目のドメインリストルールっていうのが一番熱いポイントかなと思うんですけれども、これは名前の通りに例えば example.com のドメインは許可しますとか逆に拒否しますみたいなルールを設定することができます。その他にもスリ 型 IPS 互換ルールってところで、既存の IPS とかで吸い方形式のルールがある場合は、直接インポートして、ステートフルルールグループとして使うっていうようなこともできます。で、こちらについての詳細は、弊社のマルモさんがメラベスネットワークファイアウォールの記事を書いておりますので、ぜひこちらもご覧ください。じゃあ、とりあえずやってみようということで、ネットワークファイアウォール最低限のレシピを揃えました。先ほどの構成図と同じような感じなんですけれども、VPC1 個とサブネット2個。 でインターネットゲートウェイ1個とルートテーブル3つ、サブネット2個とインターネットゲート用が1個になっております。ネットワークファイアウォール1個と疎通確認輸出時代ってところで、えっと、作った構成、基本的にさっきと同じような感じなんですけど、こんなものを作りました。ルートテーブルについては記載の通りなんですけれども、10.0.0.10.0スラン24えっとつまりプロテクテッドサブネット宛ての通信は VPC エンドポイントに行きなさいということで、VPC エンドポイントに行って、 でこれはネットワークファイアウォールの VPC エンドポイントですので、一旦行って、ルールを確認するして返す。で、一旦ネットワークファイアウォールのルールはなしで作成しました。返ってきたトラフィックはローカルに行って、プロテクトサブネットの方に行くって感じですね。1つ注意する必要があるところが、AWS のネットワークファイアウォールは、NAT とかを一切行わない。 透過的なものになっているので EC2 とかインターネット越しに通信するときはパブリック IP が必要だったりします今回は EC2 に i p アドレスくっつけたんですけれども必要であればナットヘイトウェイとかをかましてあげる必要がございます実際に設置してみるとネットワークファイアウォールで接続できてまあ、カールコマンドで特に何も設定してないんで example.com をタイムアウト10秒で リクエスト投げるとと一瞬で返ってきましたとここで、ネットワークファイアウォールのルールの方行きまして、s t a フルファイアウォールの方ですね、のドメインで example.com を指定して、検査するトラフィックで https と http やって、アクションで拒否にして設定しますと、カールでタイムアウト10秒とかで投げると、タイムアウトしてリクエストがドロップされてるっていうことが確認できるかと思います。簡単な構成ですので、続きまして、トランジットゲートウェイと合わせて使うパターンについて、 ご紹介していきます。 これには実は元ネタがございまして、Deployment Models for AWS Network Firewall という AWS のブログがございまして、こちらがすごい詳細にまとまっているので、ネットワークファイアウォールを導入したいなみたいな考えの方は、ぜひこちらの記事をご参考にしてください。こちらの記事については3つのパターンが紹介されています。Distributed AWS Network Firewall Deployment Model と Centralized Deployment Model、Combined Centralized and Distributed Deployment Model の3つがございます。 この3つなんですけれども、めちゃめちゃ難しくて、あの初見だと理解するまで4時間ぐらいかかっちゃったんで、今回はこの4時間で学んだことをさまって、10分間ぐらいで解説していきたいと思います。まず、先ほど3つのデプロイメントモデルです。まず一番上ですね、ディストリビューテッド AWS ネットワークファイアウォールデプロイメントモデルですが、各 VPC にネットワークファイアウォールをデプロイする、かっこトランジットゲートを使わない。 っていうモデルになっています。つまりどういうことかっていうと、先ほどの実際に試してみたものを横に並べてるっていう感じですね。普通にインターネットゲートへ行って、ファイアウォール経由で一室に行くみたいな、はい、そんな感じになっています。これに関しては正直そこまで難しくないのかなと思うので、はい、飛ばして次の方に行きます。セントラライズデプロイメントモデルですね。トランジットゲートウェイで VPC 間とイングレスとエグレスとオンプレミスを主役してネットワークファイアウォール、 に通すすっていうデプレイメントモデルですこれがどういうものかって、データベスのブログの,の構成図を見てみると、どこから解説しようかなっていう感じの構成図が出てきました。この番号が振ってあるんで、これに習って EC2 に接続してみたいと思います。えっと、まず前提として、この ALB があるんですけれども、この ALB はターゲットグループのタイプがインスタンスじゃなくて IP になっています。で ターゲットが10.1.0.5。こっちですね。10.1.0.0。16の VPC のイン,シスインスタンスの方に行きますと。要するに ALB でリバースプロキシされて、こっちに行きたいっていうような経路ですね。で、これをどういうふうな経路をたどっていくのかっていうのを追っていきますと、最初インターネットゲートウェイ入って、で、ALB でトランジットゲートウェイの方に行って、 プランンンジットトトゲーーーーウェイイののスポークインスペクションルートテーブルテブものにぶち当たりますこのルートはデフォルトルートで全ての IP アドレスはインスペクション VPC に行きなさいっていう内容ですのでこっちに行きますと。そうすると VPC エンドポイントに行きなさいっていうルートがありますのでこの VPC エンドポイントに行きますと。この VPC エンドポイントはネットワークファイアウォールですのでネットワークファイアウォールの方に出てルールを精査して OK だったらパケットを流してプランジットゲートウェイに戻って 10.1.0.016のルートを使って、こういうふうに一室に到達するというような流れになります。帰りのパケットについても同じような感じで、LB はリバースプロキシされますので、10.11.0.016のアドレス帯に行くためには、一旦こっち行って、トランジットゲートアソシエーションされているのがこっちの方ですので、インスペクション VPC を通って、また同じようにファイアウォールに入って、 OK だったら出て、トランジットゲートウェイに戻って、10.11.0スラ16のルートを通って戻ってくるっていうような感じです。はい、非常に長いですが、そんなような感じです。またまたちょっとも長いんですけれども、この EC2 インスタンスからインターネットに出たいっていう場合も、同じような感じで、こういうふうに通って、こっちで精査されて、000はセントラルエグレスで VPC アタッチメント。こっちの VPC に飛んで、NAT ゲートウェイ行って、 で IGW 行ってインターネットに出るっていうような形となっていますともう一つですね Combined Centralized and Distributed Deployment Model ですがこっちは VPC 内通信イングレスとエグレスのネットワークファイアウォールを分けるっていう と一旦前のスライドに戻って、こっちですね。インスペクション VPC の中に、ネットワークファイアウォールがこの1個あるってことが確認できると思います。でこちらがコンバインドの方ですねと。2つあることが分かるかと思います。まず EC2 からインターネットに出たい場合、トランジットゲートウェへ行って、エグレス v p c アタッチメント。この一番下のルールですね。こっちに行って、ナットの前に、こっちですね。VPC エンドポイント1 で、ファイアウォール行って、ファイアウォール戻って OK で、ナットされてインターネットに出るっていうような形です。で、帰りも同じように戻って、戻って、で、ここだけですね、アソシエーションサイトはこっちですので、こういうふうに戻って、10.1.0はこっちですね。なので、こういうふうに戻るっていうような形です。はい、非常に長いですが、こんな感じです。 インターネットから逆に入るっていう場合はどうなるのかっていうと、これも先ほどのスライドと同じようなところがあるんですけれども、ALB 行って、トランジットゲートウェイに行って、これですね 10. 0. 0. 0、10.0.0.0スラッシュ8。こっち行きますと、インスペクション VPC アタッチメントですので、こっちの方に行って、VPC エンドポイント行って、ファイアウォールかまして、戻ってトランジットゲートウェイ行って 10. 0. 0、10.1.0.0スラッシュ16で e 室に到達するっていうのを、 繰り返すすといいうようよな、はい、形とな形っています、まあ、ここまで解説してきましたけども、えっと、ネットワークファイアウォールとトランジットゲートウェイを2つ組み合わせて設計する場合の留意点なんですけれども、まずまあ大前提というか当たり前のことなんですけども、VPC とかオンプレミスとのサイダーが被らないことが非常に重要です。トランジットゲートウェイはアタッチ用のサブネットを作ることを推奨されておりますので、スラッシュ28で。 りましょうネットワークファイアウォールのサブネットも ENY ですので28で OK です。ELB のイングレス集約なんですけれども、オートスケーリングだともしかしたら一工夫必要かもしれませんで。こちらについては詳細後日ブログにて説明させていただくんですけれども、ここのインスタンスですね、左上のインスタンスがオートスケーリンググループの場合、おそらくここに固定の NLB を置いて、この NLB に対してここにある NLB もしくは ALB で 固定 IP の NLB に接続していくっていうような形におそらくなるかと思います。ただ、こちらについては一工夫必要かもしれませんので、後日、ブログにてご紹介してみたいと思います。もちろんですけれども、今回構成図は簡略化のためにシングル AG にしておりますので、実環境で組む際はマルチ AG で組むことが非常に重要です。 最後ですね、エラブスのネットワークファイオールまとめです。ネットワークファイオールはネットワークの門番ですので、ルートテーブルとかトランジットゲートウェイで流し込んであげるとパケットを精査してくれます。もちろんマネージドなので、スクイットなんかのプロキシとかリバープロとかの運用をしなくていいっていう点は非常に優れてるかと思います。 これまで URL フィルタリングするためだけにスクイットを置いてるっていうような環境を何回か拝見したこともあるんですけれども、そういう場合はもしかしたらネットワークファイアウォールがうまくはまって使えるっていうような場合もあるかと思います。ネットワークファイアウォールはですね、トラフィックに対して完全に透過的できな,いな と行わないので、ルルーートテーブルとか VPC イングレスルーティン,グでエンドポイトトにトラフィックを送ってああげる必要があります。インターネットの外に出るときは NAT ゲートウェイもしくは IP アドレスとか持っている状態で外に出る必要があります。ご紹介してきました通りトランジットゲートウェイと合わせて使うと非常に便利ですが経路の設計が理解するまで割と難しいのでこのスライドだとか公式のブログとかを見ながら設計するのがベストかと思います。 スクリットをやめる話をしようとしたのに気がついたらトランジットゲートへの、えー、と経路の話になってたんで、すり替えちゃったなっていうところはあるんですけども、はい。東京リージョンの対応ぜひお願いします。めっちゃ待ってます。はい。ぜひブログの方を見ていただければと思います。